モアテン・オルセンは、デンマーク出身の元同国代表サッカー選手、ポジションは DF。デンマーク語発音により、近い表記は、モーデン・オルスン。現役時代は、ベルギーの RSC、アンデルレヒトなどに所属し、世界最高のリベロと評された、世界屈指のセンターバックであった。同胞のアラン・シモンセンと比べると、大器晩成型の選手で30代を過ぎてから、 世界的に注目されるようになった。デンマーク代表では、名称、ゼップ・ピオンテック監督の下で首相を務め、ダニッシュ・ダイガマイトと評された攻撃的なチームを守備の面から支え、80年代の同国の躍進に大きく貢献した。1989年に39歳で、現役引退するとすぐに指導者の道を歩み、ブレンビー・イーフやアヤックスで監督を務めた後、 2000年にデンマーク代表の監督に就任する。ヨンダール・トマソン、イエスパー・グレン・ケアラを要するーチームを作り上げ、2002年のワールドカップ日韓大会と2004年の UEFA ユーロでは本大会に進出し、共に決勝トーナメントに導いたが、2006年のワールドカップドイツ大会欧州予選ではウクライナやトルコ、 ギリシャといった強豪が都図同士のグループに属し予選3位の結果に終わった。2010年のワールドカップ南アフリカ大会ではベテラン選手を中心としたチームを編成しオランダ、日本、カメルーンからなるグループ E で3位に終わった。2012年のヨーロッパ選手権ウクライナポーランド大会ではドイツ、ポルトガル、オランダからなるグループ B で3位に終わった。 2015年3月17日に2016年ヨーロッパ選手権フランス大会後に監督職から引退することを表明した。最終的に2016年ヨーロッパ選手権フランス大会予選のプレーオフでスウェーデン代表を相手に敗戦し、本大会出場権を逃した直後に監督職から引退した。15年間代表監督を務めたオルセンは、 デンマーク代表の歴史上最も長く代表監督を務めた人物であるクラブ監督個人、ありがとうございます。